はい、こんにちは、ハーミーです。今日は2014年4月の5日土曜日です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。かれこれ1ヶ月ほどですかね、動画の更新をちょっとしていなかったんですけれども、ちょっとね、理由があります。ちょっとですね、仕事中にちょっと怪我をしてしまいまして、ちょっと腰の方ですね、ちょっとぎっくり腰っていう形で怪我をしてしまったので、ちょっと安静にしていなければならないという理由からですね、ちょっと動画の更新をしていなかったんですけれども、ようやくね、仕事にも復帰できましたし、腰の方のね、痛みもだいぶ良くなったので、また動画の投稿をしようかなと思ってですね、動画を撮っています。今回ですね、復帰第1弾ということでですね、今まであまりやってこなかった商品紹介の方をですね、やってみたいなと思っております。今回買ってきたものは、こちらになります。ココフランスさんのですね、エッグタルトを買ってきました。ココフランスというのはですね、フランス菓子の、お店になるんですけれども、北海道に出店が決まってですね、北海道は唯一、苫小牧市のイオンの中に入っているというですね、なぜ苫小牧に出店を決めたのかはちょっとわからないんですけれども、今北海道でこのココフランスがあるのは苫小牧のイオンだけです。後々ココフランスさんがね、北海道の、主要なところにもね、出店するようになれば、身近にね、このエッグタルトとかこのフランス菓子を、食べる機会が増えるんじゃないかなとは思うんですけれども、ちょっといち早く、食べてみようかなと思います。はい、こちらがエッグタルトになります。買ってきてから少し時間が経ってしまったので、ちょっと冷めてしまったんですけれども、今回3つ買ったんですけれども、1つをですね、ちょっと車内で、食べたんですけれども、もう出来たてだったので、中に入っているカスタードクリームがですね、ものすごい熱くて、口の中を火傷するかと思いました。では早速食べてみたいと思います。ようん、うん、周りのこうパイ生地がもうサクサクで、中に入ってるカスタードクリームもそんなにこうしつこい甘さではなくてですね、さっぱりとした甘さになっています。で、こう口の中でこうすごい卵の濃厚な味がですね、広がります。で、そんなに甘いものが苦手だなっていう方とかでも食べれるような甘さになっているので、これは美味しいですね。食べてみるとですね、バニラの香りもねすごいするので、たっぷりと、バニラビーンズが入ってるんじゃないかなと思います。持ち帰ってきたこういうね、持って帰ってきた、フランス菓子、こうエッグタルトとかはですね、レンジで20秒とか30秒とかぐらい温めて、食べていただくと、その出来たての時の風味とかね、味食感とかが、また復活するので、そのようにして食べていただきたいというふうにホームページの方にも書かれていました。落ちた。本当に美味しい。このエッグタルトの、お値段なんですけれども、税込みで140円になっております。消費税率 8% に上がりましたけれども、140円で、販売されております。ぜひ、苫小牧のイオンに行かれた際にはですね、ココフランスさんのこのエッグタルトを食べてみてはいかがでしょうか。ではまた会いましょう。ハーミーでした。この笑顔100円。この笑顔100円。エッグタルトは140円。